ゲートウェイはコンピュータネットワークをプロトコルの異なるネットワークと接続するためのネットワークノードである。プロトコル変換、またはマッピングのゲートウェイはプロトコルを変換して異なるネットワークプロトコル技術を用いたネットワークを相互接続する。ハードウェアとしてのゲートウェイはプロトコルトランスレータ、インピーダンス性合器通信レートコンバータ、障害アイソレータなどの他に、 必要に応じてシステムの互換性を保つためのシグナル変換器を搭載する。またお互いのネットワーク間で相互に受け入れ可能なアドミニストレーティブディスタンスの確率を要求する。専用機器である以外にゲートウェイの役割をするように設定されたコンピュータであることもある。具体例としてデフォルトゲートウェイがある。ルータはゲートウェイの特殊な例である。OSI 参照モデルの あらゆる階層で使用できるゲートウェイはプロトコルコンバータとも呼ばれる。ゲートウェイの機能はルータやネットワークスイッチよりもより複雑である。例えばゲートウェイはプロトコルスタックの変換を行わなければならない。ゲートウェイは OSI 参照モデルの7階層すべてにおいて機能する。ゲートウェイの主な役割はコンピュータネットワーク間のプロトコル変換である。 ルータは同様のプロトコルを用いたネットワークだけを超えてパケットを転送、受信、中継する。一方、ゲートウェイはあるプロトコル形式のパケットを受信でき、転送する前に他のプロトコルに変換できる。ゲートウェイはハードとソフトのいずれかまたは両方の形で実装できるが、一般的にはルータにソフトウェアとして組み込まれる。 ゲートウェイはルータに接続されている各ネットワークが使用するプロトコルをサポートしなければならない。ゲートウェイはブリッジやスイッチやルータよりも遅い。ゲートウェイは別のコンピュータネットワークへの入り口となるネットワーク拠点である。インターネットにおいてはネットワークノードや中継地点はゲートウェイやホストノードとなり得る。ネットワーク間を接続する機器がゲートウェイであるのに対し、 インターネット利用者のコンピュータやウェブページを提供するコンピュータはいずれもホストノードである。例えば、社内のネットワーク間の通信負荷をコントロールするコンピュータや ISP でユーザーをインターネットに接続するためのコンピュータはゲートウェイノードである。企業のネットワークではゲートウェイとして機能するサーバーは、プロキシサーバーやファイアウォールとしても機能することが多い。 ゲートウェイは多くの場合パケットの宛先を把握しているルータやゲートウェイ内外のパケット経路を把握するスイッチと共に構成される IP ネットワークでは設定されたサブネットの外部にクライアントがパケットを送る場合は自動的にゲートサブネットマスクは IP アドレスの範囲として定義する例えばあるネットワークが192.1680.0の ネットワークアドレスと255.255、255.0のサブネットマスクを持つ場合、192.168、0、X 以外へのデータはそのネットワークのゲートウェイに送られる。IP パケットを他のネットワークに転送するとき、ゲートウェイはネットワークアドレス変換を行う場合がある。ゲートウェイは一般的なルータの必須機能であるが、他の装置を ゲートウェイとして機能させることもできる。ほとんどの OS はゲートウェイを上記のように定義している。しかしながら、Microsoft Windows ではこの標準的なネットワーク機能を X と呼んでいる。これはゲートウェイとして機能するものであり、インターネットとローカルネットワークを接続できる。上記のシステムは DHCP サーバーとしても機能する。DHCP は ネットワーク上のクライアントが IP ネットワークに接続するために必要な情報を入手するためのプロトコルである。このプロトコルを使うとデフォルト設定のままかまたは最小限度の設定のみで機器をネットワークに接続できシステム管理者の負担が大幅に低減する。VOIP ゲートウェイの一例 B フレッツハイパーファミリータイプ光電話対応型オヌと一体になっている。 ありがとうございます。